忍孔は中国地方に伝わるつきもの。天に似た動物の霊と言われ、これに疲れた者は腹板を患ったり、精神に異常をきたすと言われる。地方によっては、池にいる水イタチというものが忍孔だという。これは、名前はイタチでも、実在のイタチより、かなり小さく、大きな池の柳の根などで何匹も重なり合って、騒いでいるという。島根県では、 人庫は普通の狐よりも小さい狐とされる。人庫は人の体に入って病気にさせ、そのものが死ぬと腹や背を食い破って外に出るので死者の体にはどこかに黒い穴が開いているという。人庫のついている家を人庫持ちと言い,い、この家のものに憎まれたものには使いの人庫が取り付くと言われる。人庫に疲れたものはまるで人庫そのものとなり、人庫を通じて 人子持ちの家の者の言葉を色々と喋るようになったり、狐のように四つん這いで歩き、狐の食べるようなものを好んで食べるという。人子持ちの家の者が結婚すると、75匹の人子が結婚先の家を襲うため、人子持ちは礼遇されたり、縁組を避けられる傾向があった。また、人子持ちの家は、人子が富を運んでくるので豊かになるが、家の者が人子を虐待すれば、 どんなに飛んでいる家でも、立ちまちカウンが傾いてしまう。さらに、そうして冷落した家の加算を買った者にも、人庫が襲ってくると言われる。どんな名家でも、人庫を持っていると噂されただけで、孤立した末に卑怯に陥る。三好宗山、宗山貯文奇襲より、下木狐鳥取県では、狐のついた家を、狐鶴と言い,い、その家についている狐を人庫と呼ぶ。 この家の周囲には75匹の犬族が遊んでおり、正体はメスのイタチだとも言う。また、宮城県では、くだぎのことを認子とも言う。ありがとうございます。